川崎フロンターレリーグワン参戦でなんとかメンツ保てる説。誇り。先月行われたパリサンジェルマンの日本ツアー、 J 屈指の名門クラブがいとも簡単に敗戦を喫する中、当陣営に一つの疑問が。これってパリが特別すぎるからやろ。この疑問を解消するべく、近年の J リーグで最も強いとされる川崎フロンターレをパリが所属するリーグアンに殴り込ませたら、そこそこ上位につけ J クラブのメンツを保てると考え、今回も FIFA22 で検証。早速川崎フロンターレをリーグアンに所属させ、ご覧のメンバーでワンシーズンを確認していくことに。果たしてリーグアンに参戦した川崎フロンターレは J クラブのメンツを保つことはできるのか。まずは開幕戦クレモルンフット戦を観戦。試合が開始されます。ファーストシュートはクレモルンフット、エリア内で左足を振り抜かれるも角度がなくボールは枠外へ。対するフロンターレは41分、シミッチが遠目から狙いコーナーキックを獲得。このコーナーをダミアンがフィジカルバトルを制し、ヘディングも決めることができず前半は終了。すると後半開始早々にダミアンが自ら空けたスペースに出したパスを飛び出したチャナティップが決め、川崎フロンターレが先制。フランスの地でも得意とする連動した攻撃を見せつける。追いかけるクレモルンフットはサイドからの攻撃を徹底して敢行、空中戦に持ち込み好機をうかがう。すると80分、失点。エリア内で数的不利となり、試合終盤に同点弾を許してしまう。勝利を目指す川崎は86分にレアンドロ・ダミアン、アディショナルタイムにチャナティップと、二度訪れた決定機をものにすることができず、リーグアンでの初戦は引き分け発進となる。第2節は強豪マルセイユと激突。試合は開始5分、アタッキングサードでパスを回すと、最後は脇坂がネットを揺らし、中村健吾の背番号を継いだ男の得点でマルセイユ相手に先制に成功。その後はマルセイユが18分にバー直撃のミドル、川崎も負けじとダミアンがビッグチャンスと、互いに一進一退の攻防を繰り広げる。しかし前半の44分、川崎はエリア内でパイエをフリーにしてしまい、決められた。エースに決められ、前半終了間際に試合は振り出しに。後半に入るとフロンターレはマルシーニョが飛び出しからクロスや、ゴール前で絶好の決定機を迎えるもものにすることができず試合終了。マルセイユとの第2節は1節に続き引き分けに。初勝利を目指すフロンターレの3節はアンジェをホームにしての一戦。この試合でも前半41分にマルシーニョ、続く44分に脇坂と、前半に2度あったチャンスを決めることができず、後半に入ってもビッグチャンスを逸すると62分におしゃれパスから先制点を献上。試合はこの1点が決勝点となり敗戦。そろそろ勝たないとまずい4節では、序盤からニースに攻め入られ、不穏な空気が流れるフロンターレ。しかし38分、マルシーニョが個人技で抜け出すと、決めた。ここまで決定機を外していたマルシーニョがようやくネットを揺らし先制。エンド変わり後半に入ると、お決まりなのかチャンスを決められず、またもや不穏な空気が。だがこの試合では守備陣が奮闘すると、後半の28分、前がかりになったニースの背後を突き、途中出場の10番大島に決定機が。決まった。ガラスの天才が待望の追加点を奪取。アディショナルタイムにも大島が試合を決定づける3点目を決めた川崎は、3対0の快勝でついにフランス初勝利を飾る。5節はフランス戦、陣営は前節2ゴールの大島をスタメンに抜擢。すると前半アディショナルタイム、セットプレーのチャンスからその大島がヘディングを叩き込み、スタメン起用に応える先制弾をマーク。試合は後半に同点とされるも、後半40分にレアンドロ・ダミアンが落ち着いてネットを揺らし、川崎は2対1でランスを下し2連勝。川崎フロンターレの勝利も確認できたところで、シーズン終了までスキップしていくことに。果たして川崎フロンターレは J クラブのメンツを保つことができたのか。
敗に甘んじた。大混戦の末15位フィニッシュと思ったより苦しむ結果に、総得点55と攻撃面は通用したが失点数が多く守備崩壊した模様。個人成績ではレアンドロ・ダミアンがさすがの14ゴール7アシスト、マルシーニョが12ゴール1アシスト、大島も10ゴール3アシストを記録し、フル稼働できればトップクラスであることを証明。それでは検証結果、次回川崎浦和ガンバ連合で再検証でした。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。